だからそのどん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 コストダウンされる。コンピューターも1年経つと性能が倍に上がって、値段が半分になって、サイズも半分になると、8倍のスピードで進んでいくという世界でしたから、そのコンピューター技術によってそのいろんな版分けをしてね、版を作るコストも下がるし、自動編集のソフトっていうのを自分で組んだんですね。僕ソフトさウェすアやったがソフら、トウェアですかだね。からもう何百という版をですね、まあ非常に短い時間で編集できると。そうするとコストが下がってですね、エリア分けしたマガジンがその採算にやってくる。そうすると、小さいエリアで広告をしている人たちがですね、広告が使えるようになると。で、チラシとしても新聞に織り込むんじゃなくて、我々に織り込んでもらえば、まあしコかスもトそがの何割も下がると。ねだから事業としての面白さが先に来たんでえ、なするね。ほどね。で、まあ日本に帰ったらこの仕事が一番やりがいがあるかなということで、そのエバラの上司が、お前なんかアイデア出せっていうことで、もう出来上がってたんで、なるほど、次の日もうそ表紙だこけ変えて、いや大阪に帰ってやろうかなと思ったのを、ちょっと表紙だけ変えまそしれって、てちょっとためらいもないですか？はそい、れなんちょっとか変えます。こう自分のアイディアを変え ね、そういうのってありますよね。会社の名前でっていまあでもそのすっごい値段がかかる、う。そうですイニよシャルコストがね。かかるんで印す象がよ。すごいありますね。数億円いるんで、とても自分じゃできないんそうで。ですよね。というもう本当に草分け的なことなので、でもアメリカに行かれて、ちょうどその1983年あたりに添付スタッフとかアメリカのシステムを、日本に来れば大体そのできるって。ただ社長の場合はそういうノウハウが、しかもエンジニアっていうことで全て揃ってて、インフラまで考えられるっていう、そこにその勤められてた方々の水曜日と日曜日っていう、そこの、ヒントですよね。そこにクーポンがあったっていうことなんです。実は私ちょっとすっかり忘れててですね、クーポンで思い出しましたじゃないですけど、こちら私どものクーポンでございます。 いや、ちすょっごとい。ね、ちょっと遅くなりました。でこれをつけていただく。でこれからはまた日本人としてそれを進めていく時の、ノウハウとか、その辺をなんだね、ろう。お伺い、これをネクして。タイ。これはですね、着物の生地なんですよ。あ、こ個れをで体すですね、ね。一緒にこれを、素晴らしいですね。とてもお会いした時のイメージがそうですか。頭の、この辺に こびりついてましてですね、ぜひしていただきたいと思います。ちょっとこ僕れはどこを行っても吉本系なんですよね。なんかそんな、そうですか。似合いますね。ちょっとそちらの方で、カメラの方にちょっと、どうですか。そんなすみ感まじせん、こで。れ、ちょっといつも財布なくすもんで、首から下げてるんです。ちょっとポケットと口にして、そうで上す着脱いね、でも、いいちょっとでこすれ、ね。取っちゃそうう。なんですか、ポケット特注になさそうってなんるんでですす。ね。上着脱いでも、素敵。なくさないそように。れ私じゃあいただいちゃいます。 じゃあちょっと、これをつけてよろしいんですか？つけた大ま丈夫まです。で、カメラだけ、一回。ありがとうございます。ありがとうございます。ネクタイの方が もうこんな素敵なのもいただいていいんです素か？敵です。本もう当、本当に、ねなんかご自身もおっしゃってました、ジャニーズの方に行こうかなとおっしゃってまし吉た本ね。系だったんですけど、今日からジャニーズ系ジャで。ニーズ、吉本のままでいいと思います 私の勝手な意見としては。そういうことで、会社の方、その輸出がダメになっちゃった。素晴らしい事業の、方向性だというふういや、に僕社は長ね、はおっしゃいました。いや、違うんです。エバラ製作所ってポンプのメーカーですから、メインね、機械メーカーですから、なんで機械メーカーこんなことせなあかんねん。そうやぞ。そうなんです。いや、だからね、その提案して、受け取った方もですね、こいつ何考えてんねんっていう感じでしたね。アイデア出せというと、必ず機械のことだと思ってましたかね。で、まあ広告の話ですから、そこでですね、ストップかかるわけですね。でもこれ面白いんですよ。エバラってすごい硬い会社なんで、その新規事業をやるときに専務の号令がけでですね、30以上入れるな、若いやつに考えさせろみたいな、そういう指示だったんですね。だから発想を思い切って変えろということだったんですね。そうするとですね、私が出したそういうこういうアイデアに対して機械じゃないから評価を下せる人がいないんですね。そうすると保留になっちゃうんですよ。なぜかっていうとですね、ダメだって言われたら頭が固いと言われかねないし、いいよと言ったらですね、君がいいと思うんだったら後見人になってやりたまえって言われたらですね、主流外れるわけですそうよ。ですね。だから
いつもですね、保留になっちゃう。いろんな案件出てきますよね、うん、新規事業の、で私が出したこれだけはですね、いつも保留なんです、だから全然前行かない。だから他のことからやっててあれどうなったのかなということで、まあ、勝手にじゃあ、まあ、調査するとかしてたんですけど、そのまあ面白い話なんですけど、常務もうあんまりしびれ切らして、常務じゃあやるなということですねって言うとですね、いや何、僕はやめろとは言ってないんだ、こういうリスクがあると言ってんだ、こういうリスクを調べてみたらどうなんだみたいな、でも全然前へ行かないんで、まあ結局最後にはですね、社長会長に、その当時は副社長ですけど、副社長社長に直訴して、まあそのお二人の OK でスタートすることができたんですね。まあ、ここの話をするともう2時間ぐらいかかる。なるほどね、はいはい、でもその結果的にここのところまで、はい、見本までこぎつけるっていうところまでは、はい、ではどのぐらいかかった、ここのポイントまで。いやだから、私その新規事業部の一号社員で、まあ、会社から言われることもいろいろ調べてるんですけど、余った時間でこれの調査をやってたんですね。そうすると自分の部下たちが面白そうだねって言ってやってきて、ワイワイのやってくれるわけです、そうするとその新しく新規事業の部長になった方がですね、面白くないわけですよ、東大で その機械の人でしたからそうですよ、ね、何をやってんだみたいになって、畑違うぞみたいな。でも何やってもいいと言われたんで、間時間でやってるだけですって言って、最後部長と喧嘩して僕が出されてですね、その人事部長に拾ってもらうんですよ、そうは言うもののっていう、私エバラ時代からスピッツという矢なので、弱いくせにキャンキャン吠えるという誰でも噛みつくという矢の頂戴しておりましてですね、で人事部長が拾ってくれて、人事部好きでですね、まあそうは言うものの、じゃあまあちょっと私自身が提案したのは、じゃあ3ヶ月メンバー3人で300万の予算ください、でこういう見本紙を作って、近くの商店街とか、それからのこれを読む読者のね、アンケート調査をします、それでよかったらやらせてください、ダメやったら諦めますということで拾ってもらって、でも全然部下はくれなくて、300万の予算はくれたんで、これで飲みに連れて行って釣ってやろうみたいにですね、それで外部からいろいろ集めて、たまたま僕の義理の妹が漫画家崩れだったんで、その表紙のイラストをですね描かしたんですね、大阪から呼び寄せて、なるほど、それはまあコストはね安く、はい、そう、金井工業ですからでもこのロゴですとか、まずパドっていうこの意味ですよね、はい、それはパーでドジという意味ではないんですね、びっくりした、ちょっとリサーチとは違うぞと思う英語でパーソナルアドバタイジング、なるほど、個人広告の略で、誰でも広告出せますよという意味なんですね、パーソナルアド、パーソナルアドですね、でこ のご親族の方が描かれたイラスト、はい、これもなんか非常に日本っぽくなくて良いんですよね。そうなんですね、主役はパド君という、キャラクターがいるんですね、ちょっとここで言うとですね、パド君が一番映ってるのはこの真ん中かな、あ、はい、三本毛のですね、三本毛のパド君ですね、これは倉谷さんですか。いや、そうじゃないです、もうちょっと私毛ありますんで、はい、でパドっていうキャラクターはまず作ろうと、でその時はですね、文字をバラバラに並べてますんで、競馬新聞みたいにですね、ちょっと気になったやつを赤丸でつけるということで、赤鉛筆を挟んでですね、それで4行ぐらいしかないですから、情報量が、で電話かけて聞きましょうということで、体が電話だったんです、そうですね、ダイヤルがありましたね、今ジーコジーコジーコの電話なんかないですから、ピッピーですもんね、風情がね、そういう体が電話で、赤鉛筆を挟んで、そのまず電話というスローガンでこれを作ったわけですね、なるほど、で